浦ラタリエは、日本の女子ゴールボール選手。ゴールボール女子日本代表。シーズアスリート所属。熊本県玉名郡南館町出身。小学校教師を目指していた20歳の時に、網膜色素変性症にかかり、両目を失明する。ショックで引きこもりとなり、後に両親に告白すると、自分でできることを探しなさい。頑張りなさいと励まされたという。 新灸マッサージの免許取得で視力センターに入所した際、クラブ活動でゴールボールを始めた。国際大会への初参加は2006年7月の IBS 世界選手権大会。ロンドンパラリンピックでは日本初となる団体競技での金メダルを獲得した。浦田が有名になったきっかけは九州朝日放送のドームであった。 途中で頓挫した企画の穴埋めとして、浦田を取材、放送したドキュメンタリー企画、見えない世界が反響を呼び、以後番組で浦田を長期にわたり継続取材することになる。この企画でずっとリポーターを務めたコンバットマンは、ロンドンパラリンピックの現場にも駆けつけ、そこでの応援パフォーマンスが、場内のモニターに映し出されるほどであった。その後同行していたディレクターの逮捕や帰国後の、 浦田自身の多忙もあったが、2012年10月24日未明の放送で、ようやく金メダル獲得の現場を振り返る企画が、浦田も出演して放送された。2016年リオデジャネイロパラリンピックはキャプテンを務めた。2021年開催の東京パラリンピックで、銅メダルを獲得した。また、東京大会日本選手団の副首相も務めた。 ポジションはセンター。ありがとうございます。